音だけ。オースティック革命。ということで、呼んでもらってどうもありがとう。香川亮さんと、泉谷さんと一緒にできて光栄です。僕が中学生ぐらいの時にラジオで香川亮さんの教訓っていう歌を聴いたんです。さっきのやつの文句で青くなって尻込みなさい隠れなさい逃げなさいってなんかグループあるので、その歌を聴いて非常にインパクトが強かったという印象があって、好きです。僕は大好きです。じゃあ次は、